それでは BRZ 見ていきたいと思います。まず外装から見ていきます。フロントバンパーですね。ちょっとこれうっすらなんですけど、こう線がね入ってる感じで、磨いたら落ちそうかなという感じはしますね。あとはまあちっちゃい飛び石傷が少しあるかなという感じです。こんな感じですね。右前、まあ目立つような大きな傷というのはなさそうですかね。あ、下覗くとちょっとここ擦ってるとこありますね。上から見たらね全然わからないです。で、中央の部分も上からは特に気になるような傷は見当たらなくて、エンブレム周辺も綺麗な感じですかね。まあちっちゃい飛び石傷があるかなっていうぐらいですね。で左前も大きく目立つような傷はなく、まあちっちゃい飛び石傷があるかなというぐらいです。こんな感じになってますね。でヘッドライト左右ともかなりねクリアな感じで綺麗ですね。続いてボンネットです。へこんでるところは特に見当たらなくて、あの艶もあってですね、非常に綺麗なボンネットになってますね。こんな感じです。まあ全体的に特に気になるほどの傷はないかなという感じですね。続いて左側面見ていきます。左フロントのフェンダー、飛び石傷がちょこっとあるかなというぐらいで、目立つような大きな傷は見当たらないです。で、純正ホイールですね。ホイールも結構綺麗な感じですね。こんな感じです。でタイヤの溝もまだ残っております。ドアミラー綺麗ですね。助手席側の、ドア、艶あって綺麗な感じですね。で、サイドステップ周り、こちらも綺麗な感じですね。まあ、ちっちゃい飛び石傷あるかなっていうぐらいですかね。この辺もリアフェンダー、まあ、ちっちゃい飛び石傷がついてるぐらいで、目立つような傷はなく、全体的にも綺麗な感じですね。で左リアのホイール、左リアのホイールもね結構綺麗ですね。こんな感じです。でタイヤの溝もねまだ結構残ってますね。でルーフサイドの方も色褪せなく綺麗な状態で、側面のへこみ、特に見当たらなそうですかね。そうですね、特に見当たらなそうですね。続いてリアバンパー見ていきます。リアバンパーも綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらなそうですね。で、トランク、ツヤもあって綺麗ですね。このちっちゃいねスポイラーが装着されてますね。はい、続いて右側面見ていきます。右リアのフェンダー、あ、これはちょっとなんかクリアの剥がれみたいのが出てるかな。こんな感じですね。綺麗ですね。で、右リアのホイール、右リアホイールもまあ特にガリ傷などは見当たらないかなという感じです。そして運転席のドアです。綺麗ですね。鍵穴がめくらされている感じですね。盗難防止ですかね。でサイドステップ周りも綺麗な状態です。で運転席側のドアミラーも綺麗ですね。
フロントのフェンダーですけれども、特に気になるような傷は見当たらないですね。で、右フロントのホイール、こちらもね、綺麗ですね。ホイールは4本ともかなり綺麗な状態ですね。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。はい、続いてルーフですけれども、ルーフの方も傷へこみ等はなく、綺麗な感じですね。こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリム、気になるような傷等はなさそうですね。デスカフプレートも綺麗な感じで、フロアマットも綺麗ですね。で、レザーアルカンターラ、仕様の、シートになっておりまして、ここのそれも最小限かなという感じですね。助手席側、こちらも綺麗な感じです。で、ステアリングすれもなさそうですかね。綺麗ですね。で、レーダー探知機がダッシュボード上に装着されておりまして、乗り跡とかなんか傷とかも見当たらないですね。ダッシュボード綺麗ですね。これは USB ケーブルの延長が伸びてきてる感じですね。で、ドラレコ、ついております。カロツリアナビ、この辺もね、綺麗ですね。シフトブーツ周りも綺麗な感じで、サイドブレーキのこのね、ブーツも綺麗ですね。で、シートヒーター付きで、ここにこれシガーソケットが延長されるこういうコンソールボックス、これがね、ついてますね。あと、クルーズコントロール付き、そしてピボットのメーター、水温がゲージで、デジタルが油温が出るタイプだったと思いますね。ちょっとエンジンかけてみましょう。かかりもね、いいですね。手上がりもいい感じ、こんな感じで出ますね。で、レーダー探知機、今そっかリセットしちゃったんで出てこないですね。で、ドラレコ、これ LED になってますね。こんな感じになっております。はい、じゃ続いてトランクを見てみましょう。トランクトリム、こんな感じで綺麗な状態ですね。車載工具、パンク修理キットなんかも、揃っております。そして、助手席側のドアトリムです。助手席ドアトリムも綺麗ですね。こんな感じです。で、スカフプレートも綺麗な感じで、助手席のフロアマットもね、綺麗ですね。9万キロ乗ってきたっていうような感じの内装には全然ね、見えないですね。よいしょ。リアシートも綺麗な感じですね。こんな感じになっております。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。エンジンルームもかなり綺麗ですね。エンジン自体もね、こちらは変なことはしないですね。で、ボネットダンパー付きです。あと、
ハンドマックスついてますね。こんな感じのエンジンのようになっております。なかなか綺麗なエンジンですね。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは試乗してみたいと思います。ERZ、前期モデルですね。走行距離はですね、9万7600キロという感じでして、まあ外装内装のこう動画ね見ていただいても分かる通り、こんだけね距離走ってきたようには全然感じない状態ですね。で、今乗った感じもまずクラッチなんかはね非常に軽いですね。つながりも柔らかくダイレクトな感じで、うん、あとブレーキの効きがすごくいい感じ。ミッションの入りもねいいですね。で、感度マックスがね入ってるので、やっぱりなんかねレスポンスがすごいいいですね。アクセル踏んだ時のねもう加速感がやっぱりね全然違いますね。まあ特になんか変な音がしてるとかっていうのもないですね。ガタが出てるとかそういうのもない感じで、うん、とても乗りやすいですね。まあ、9万7000キロなんでね、もう少しで10万キロという感じなんですけども、非常に状態はいいんじゃないかなという感じですね。とてもいいフィーリングです。で、まあ、ナビ、バックカメラ、レーダー探知機にドラレコと、まあ、一通りのこう快適装備と言われるものもね、ついているので、まあ、まずはこれでね、乗ってこう、楽しむというのがいいんじゃないかなという気がしますね。で、そこからね、まあ、ちょっと自分好みになんかこうね、パーツを追加していくというのもありじゃないかなと思います。はい。以上、BRZ の試乗インプレッションでした。HMR では、納車前点検にて、法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他、車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そして、ご納車後、半年の点検を無料で実施し、以降半年ごと、お車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店、お待ちしております。